急にデッサンのモデル頼みたいなんて。<laughs> 急に頼んじゃってびっくりしたよね。ごめんね、うん。ありがとう。でも、ちょうどモデルがいなくてさ。うん、すっごい助かったよ。<laughs> ありがとうね。うん。えっと、えっと、あ、とりあえず中入って。うん。 そうなの今部員も私ぐらいでさこれから増やしたいなと思ってるんだけどね <laughs> あ今日は顧問の先生もいないから私たちだけだようんあだからなんか楽にして <laughs> うん普段は この美術室で絵描いたりデッサンしたりうんいろいろやってる <laughs> あでもまさか君が OK してくれると思わなくてうんすっごい嬉しいありがとうねあモデルやるの初めて <laughs> そうなんだ緊張してる 大丈夫大丈夫だよ私結構こう見えて絵だけは得意だからさ <laughs> そう今まではあの想像の絵を描いたりしてたんだけどやっぱり、うん、実物があった方が描きやすいなと思ってさそうそうそう一回こういうのやってみたかったんだ <laughs> じゃあうんそこの目の前に座ってくれるうんそう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 そこでいいよえっとごめんねちょっとポーズだけ決めさせてねそうだな足組んでうん ちょっと椅子斜めにしてでこっちの足組んでうんで普通にそうそう手はここにあって普通に座っててうんあすっごいいいうんすごくいいよ <laughs> 私の想像通り <laughs> よしじゃあ私こっちで書いていくからうん じっとしててねう <laughs> んーまあそうだねずっと映画好きだったから高校入って入りたい部活がなくてうんで探してる時に美術部見つけてさでも そそうそう部員が少なくて先輩も卒業しちゃったから私だけなんだよねあもしよかったら入る <laughs> ダメだよね知ってるようん君サッカー部だもんねわ <laughs> かってるようんうーん すっごい君って体のライン綺麗だねうんすっごく手の形も綺麗だし男らしい手してるし <laughs> うん髪の毛もふわふわで肌も綺麗だし <laughs> 見惚れちゃうな <laughs> 褒めても何も出ないって <laughs> いや思ってるから本当にうん、思ってるから言っただけだよでもほんとに 素敵な手してるねうんおっ <laughs> きくてコツコツしてて爪の形が綺麗で <laughs> すごく理想的な手してる<笑><笑>うんいや私そうなんだよねちょっと手見ちゃう癖があって。 うん、書いてるよすっごい書きやすい <laughs> あ、ごめん、もうちょっと手をさ出してもらっていいかなうん、こっちに向けてあー、ちょっとごめんねこっちの手をこうして こっち触っほんとにほんとにいい手してる <laughs> やばい触るとやばいね <laughs>、うん、今すっごい鳥肌立っちゃった。 私こういう手求めてたんだよねなんでこんなにいい形してるのもう質感もすごいし指も長いしもう結果も見えてるしもうすごいやばい <laughs> 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 大丈夫大丈夫 <laughs> いやちょっと興奮しちゃった <laughs> だって 私今までこんなに綺麗な手に出会ったことないもん。すっごい私のタイプ。<laughs> ねえ、もっと近くで見せて。<laughs> うわすっごいいいな <laughs> 私実は、 入学した時に君の手に一目惚れしちゃったんだよね。<laughs> だから、ずーっと君の手を想像して絵を描いてたんだけど、もうやっぱり実物が見たくなっちゃって、<laughs> 勇気出して言ってよかったよ。<laughs> こんな間近で見れるし、こんな風に触れるなんて、<laughs> もう夢みたい、本当に。 <laughs> あなんで引っ込めるの見せてよ <laughs> なんで男の人だって女の人の足見たり体見たりするでしょそれと同じじゃん私は君の手が好きなのほら見て <laughs> 私が今まで描いた君の手 <laughs> すごいでしょいっぱいあるでしょいろんな角度で見たらどうなのかなってこうやって触ったらこうやってやったらどう見えるんだろうって思ってもうずっと想像して描いてたの本当に夢みたい <laughs> ねえもっともっと触らせてよ <laughs> そうだこの手この手からこの綺麗な手からどんな色の血が出るんだろう <laughs> 見てみたいなダメダメかな 私本当に本当に大好きなんだ君の手ずっと一日も忘れたことないのだからお願い見せてお願い君の血が見たいし君の血がついたこの手を見たい <laughs>